皆さんおはようございます。ワドです。2018年、1月の8日 ?8 日、2時44分です。よろしくお願いします。やばいです。もう、超疲れました。超絶寝起きです。30時間ぐらい寝てたかな。もう全身が痛いです。私は。2日寝てたのか。いやーもう何がやばいの？全身がやばいね。全身が筋肉痛。ジム行き始めたんだよ。ジム。30時間ぐらい寝ちゃった。カスおはよう。どう、調子は。あのさ、サボったらさ、ダメな職業なのにさ、おはようおはよう、サボったらダメな職業なのにさ、2日も休んでんの、今月。ちょっとやばいね。稼がないと。最近来なかったね。うん。なんかビットコイン忙しいでしょ？はい。トレーダーになった。でもまあ楽しそうだよね、トレーダーね。俺は無理だな。俺はできない。トレーダーなんて言えない。ああ、トレードに力を入れようと思ってたってことね。トレーダーじゃないよ。俺が間違えて読んだった。ごめん。圧倒的に知識が足りない。しかもさ、その知識とかが変わったりするじゃん。この知識は普遍的な知識なのか、その、難しいじゃん。例えばさ、その、なんだろう。まあ、この前チャート見ててゲロ吐いた。ああ、いいじゃん、いいじゃん。本気でやってるじゃん。え、かっこよくない？それ。それは本気でやってる男でしょ。か、もしくは、何かオーバードーズしたのかわかんないけど。俺も若い頃トレーダーになりたいなと思ったこと一回だけあったな。プレッシャーだ。ああ、よく言うよね。だからマウスとかさ、キーボードとかぶっ壊すらしいじゃん。耐えられなくなってぶっ壊すらしいじゃん。もうこんなことやってられっかみたいな。とか、その急激な相場の下げとかで。俺にはできねえな。
やべえな、2日も休んじゃったよ。なんか、キーボードと、そのマウスはもう画面、モニターとかをぶっ壊しちゃうらしいよ。発狂して。結構それあるあるらしいよ。その、なんだ、トレーダーの。いや、超寝た。30時間ぐらい寝た。寝てるのじゃなくて寝すぎた。やばい。今月入って2日も休んでるよ。2日、休んでるっつうか、まるまる寝ちゃって、ボクシングジム行ってきたのよ。ボクシングジム。そう、それでもう汗だくになって。本当は2日続けて行こうと思ってたんだけど、もう体がボロボロで動けなかった。全身筋肉痛。やばい。特に、太ももと肩が特にやばいね。肩の裏、肩甲骨の裏が痛くて、肩が回んないんだよね、今。運動神経ないじゃん、俺。乳酸っていうの、のんちゃんが一生懸命肩甲骨外して、こうマッサージしてくれて、家のことやってくれて、助かるよ、ほんと。乳酸なのかな、わかんない。乳酸は疲れなかったっけ？疲労でしょ？あの、チアノーゼを起こすやつが乳酸でしょ。筋肉痛は筋肉の断裂でしょ、多分。繊維の。乳酸は多分疲労物質だと思うよ。痛いっていうか、もう普段、今現時点で痛い。多分ね、のんちゃんがマッサージしてくれなかったら、動かなかった。で、もう肺も痛いんだよね、今。そう、ずっとタバコ吸ってるのがさ、ドロッとしたなんか痰が出たもん。起きたら。で、肺が痛い。こんばんはす。マッシャさんいらっしゃい。マッシャさん。こんばんは。タバコはやめないかな。ポリスだから。おい、アメリカ人こんばんは。お疲れ。っていうかね、やっぱね、ピーカブースタイル無理があるね。あのね、ピーカブースタイルのせいなんだよ、これ。ベイプがわかんねえな。ピーカブースタイル、もうタイソンが化け物。無理、これ。あのね、ドレさんの言ってる意味がよくわかった。あのね、身体能力っつうか、太ももとの骨格、肩とか全身がバネになってないと、あれ打てない。ようやく意味が分かった。無謀だっていうのが、このスタイル。要はね、運動神経ないやつが、ピーカブーなんか無理だわ。タバコはやめたくないんだよな。シルバーはね、あれだよ、半年ぐらいかかるよ。シルバー半年ぐらいかかる。物ができるまでに、あの、捨て頃に間に合わせようと思ってる。まだまだ先だよ。まだまだ先。間に合えばいいなと思ってる。普通の人はそんなに時間かけないんだけど、俺が素人だっていうのさ、あと凝ったもの作ろうと思ってて。ちょっと時間食っちゃってるね。アメリカ人買ってよ。完成したら。つけてよ。ね。最初はね、ペンダントトップを作ろうと思ってるね。ペンダントトップ。めっちゃかかるよ。
どれさんケアしてあげて、最近見た目からも元気なすぎて心配。ケアって言ってもね、いや、友人としてなんか優しさっていろいろあると思ってて、何もしない優しさとか、そばにいるだけの優しさは俺あると思うよ。だからドレさんにはいつも言ってるけど、何かあったら電話してきてくれってずっと声かけてるけど、俺から行くことはないよ。ほっといてほしい時もあるから、それメンヘラの扱い俺よく分かってるから。いくらぐらい売るかデザインによります。3万5千円ぐらいでやろうと思ってるね。貝殻アクセ作ろうかと思ってる。バカありがとう、ビリーさん。相手もありがとう。デザインはまあ俺がデザインやってるから、まあ間違いないよ。値段も別にバカみたいに高く売らないよ。数百万とかで売らないから大丈夫だよ。付き合いで買って。3号ぐらいかな、今考えてんのは。そう、海岸で拾った段ボールいっぱいの貝殻がある。原価かからないのはいいかもしれないですね。いやー、体が痛い。収入落ちるな、これ。しばらく体力つくまで放送頻度減ると思うわ。2時間のトレーニングだけでさ、丸一日寝ちゃったもん。丸一日どころじゃないよね、多分。のんちゃん30時間ぐらい寝てるよね。やばい、爆睡。まあそれくらい一生懸命やってきたけどね、めちゃめちゃ汗かいてきた。びっちゃびちゃになるまでやってきた。生活保護の YouTube 見ました。何かに失敗しても最悪生活保護と思ったら気持ちが楽になりました。あ、ギニューさんありがとうございます。もしよかったらね、生活保護完全マニュアルって動画だと思うんだけど、あの動画に関しては第2回をやるレギュラー化していく予定なんで、もしよかったらふわっちフォローしてください。YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。あれはレギュラーでやっていこうと思ってます。2時間運動の30時間睡眠は効率悪い。ジャックハンマーと逆だからね。キーボードいい？ああ、よかったよかった。めっちゃ打ちにくいけど、しかも本体1キロぐらいある。金属製だから武器にもなる。 みかんさんこんばんは。頑張ってたっつうか、基礎的な、もうほんとフィットネスって感じなんだけど、思いっきり汗流してきて、全力でやってミット打ちとかキックとかも。でもうガッチャガチャ運動してなかったから。でもこれは、このトレーニング続けてたら多分ね、直樹兄さん死ぬよ、多分。直樹兄さん死ぬと思う。マジで。今やってるそのピーカブーっていうスタイルがあるんだけど、本当に打ちどころ悪かったら行くなっていう。あれでしょ？もともとクラウドファンディングで3万円でやってたやつのやつだよね。いや、もうその前に俺が死ぬかもしんない。すごい難しいんだよ。シフトウェイトって、シフトウェイトっていうのがすごい重要なんだけど、なんかマイク・タイソンの強さがだんだん分かってきて、マイク・タイソンって、そのパンチ力がすごいイメージあったでしょ。やってるとわかるんだけど、パンチ力じゃねえの。もちろんパンチ力も化け物なんだけど、なんて言うんだろうな、全身のフットワークとシフトウェイトと、あと避ける技術と、さらにプラスなんだよね。プラスハードパンチャーなの。だから別にハードパンチャーじゃなくても、あのスタイル、成り立つのかな、どうなんだろう。とにかくね、化け物、マイク・タイソンは。いや、喧嘩は、もう僕は大嫌いなんで、喧嘩はしないっすね。喧嘩は大嫌いなんで。ドルフィンさんいらっしゃい。喧嘩嫌いなんですよ。ボクシングルールだよ、今回。カオス。ボクシングルール。だから、ドルさんからはかなり有利だって言われてるね。なんかパンチ重たいし、俺は。ピーカブーで、そのガードが高いから、すごい有利だって言われてる。フックからアッパーって言うけどね、実を言うとフックなの。タイソンは。タイソンは、
P 株を90度にここまで下げるのね。こう立ってるのをここまで下げて、ここまでその体が硬いな、痛い痛い痛い、ここまでやるから、普通の人って避けるときこういう動きなのよ。そのボクサーとかって横に避けるときこれくらいなんだけど、ここまで跳ね返ってこっからフックってさ、普通こうじゃん、痛い、こうじゃん。これを下からフック打ってんの。だからアッパーに見えんの。アッパーってこうなのね。肘を内側に入れてこう打つのよ。だからタイソンはね、下からフックをぶち上げてんの。だからね、あの初めの一歩で言うところのガゼルパンチってあったじゃん。あれに近いかもしんない。その体を倒した反動で思いっきりそのバネで持ち上げるのよ。全身運動でパンって、そのままフックを斜めに勝ち込んであげるっていう感じかな。うん、もちろんアッパーも使う時あるけど、もうフックファイターだね。うん、いやあれだよ、あのジムの中で、え、君なんかやってたでしょって言われたよ、元プロボクサーの人に。で、初心者コースだったけど一番うまかったよ。プロの格闘家が2人いたんだけど、やってましたよねって、ミッドとかやってますよねって言われたよ、普通に。で、普通にパンチ力一番あったよ。うん、だからその画面で見ると確かに俺も弱えって思うんだけど、なんかやかってくる配信者とか、その俺の方が強いリスナーさんとかいるじゃん。で、何回かそのトレーニングしたことあるんだけど、普通に強いって言われたよ。うん、あのね、本番がね、あの捨て頃の本番が弱すぎたんだよ。猫パンすぎたの。うん、だからなんかその普通に別にそんなに弱くはないと思うよ。喧嘩は弱いけど根性ないから。東さんお久しぶりです。亀尾さんはどつ、前回の経験がかなりでかいっていうのとね、実はね、その自信がつき始めたのって捨て頃の後なんだよ。捨て頃の後に悔しくてイメージトレーニングすごいやってて、うん、だから辰彦とかもびっくりしたもんね。なんでその試合の後に強くなってんだみたいな。多分イメージトレーニングはよくできてるんだと思う。2はね、もう完全に直樹兄さんとの戦いじゃなくて自分との戦いだっていうのは再認識できたね。自分が求めてる今スタイルっていうのがもう完全頭の中にできてるから、あとは体が追いつくかどうかだけ。ただ筋肉痛一番やばいの太ももなんだよね。ふくらはぎと、ふくらはぎ。ボクシングって足筋肉痛にならないイメージあるかもしれないけど、キックボクシングよりあの足腰強くないとダメなの。意外でしょ。だからボクシングって足強くないとできないんだよ。フットワークとシフトウェイトが異常なの。まあ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 見てて、すげえ頑張ってるからみんなのことをヒャッハーってさせるから半年後、うん、半年後みんなのヒャッハーのために頑張ってるよ。みんなで盛り上がろうね、捨て頃ね。あー、よく分かってきた、だんだん。じゃあカオスが配信者として成長してるんだよ。うん、だんだん俺の気持ち分かってくるはずなんだよ。これはね、経ていくものなの。経験値であったりとか、有名になっていくとどん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 いろんなものが見えるから、俺とか先輩配信者が言ってる気持ちがだんだん分かってくると思うよ。そう、あ、和道が言ってたのこういう意味なんだとか、うん、期待して、みかんさん、一緒に楽しもうね。うん、体ボロボロにしながら頑張ってるよ。もう全身筋肉痛。期待して、本当に。みんなの期待が俺を強くするから。うん。だから、対複数でやるとかさ、だんだん分かってくるよ。その、まあ、俺は1000人常に超えない配信者だけど、常に100、200は絶対いるわけじゃん。
100、200の人にずっと見られてるっていうプレッシャーとかってさ、本人しか分かんないんだよ。リスナーさんには分かんないんだよね。そう、まあ、分からなくていいと思ってるし、結構すごいプレッシャーだよ。でもあれだね、たった1日のトレーニングだけど顔のむくみ取れてるね。すっきりしてるね。最近運動してなかったからさ、顔パンパンにむくんでたけどさ、ちょっとすっきりしてる。うん、今日も行こうかな。いやー、プレッシャーは半端じゃないよ、やっぱり配信で食うって。だからもう、あ、起きて焦ったもん。やばいと思って、今月のノルマ達成してないと思って、アイテム上がんねえと食えねえしね、え、捨て頃で一発沸かせないといけないし、シルバーも作らないといけないし、で、未だにさ、旅のことだってさ、グダグダ言ってくるやつとかいるわけじゃん。そう、痩せたっつうかね、しまった。すごい飯食ったの。一回起きたんだよ、30時間のうち。腹減って寝れなくて。で、牛丼大盛り食って、おかずにキムチチゲの単品のやつバッて頼んで、その後パン2つ食って、マック食って、ガッツガツ食っても寝れなくて、その後パフェ食ったかな。あと板チョコと、もうとんでもない量食ってんの。ガンガンに食って痩せてんの。うん、シュッとしてるでしょ。ものすごいびっちょびちょだったもん。バカありがとう、カオス。アイテムありがとう。うん。だから俺がさ、ちょっとつ盲信型だからさ、なんか一個のことガッてやると集中してやるタイプじゃん、普通の人より。だからトレーニングとかも結構集中力切らさないようにバーってやるから、ガッて入り込んじゃうんだよね。だから後先考えないから、反動で寝ちゃうのよ、脳も疲れて。でも会長に言ってもらえたよ。そう、会長っていうかトレーナーさんに言ってもらえた。強くしてあげるから大丈夫だよって、うん、半年あったら大丈夫だからって、強くしてあげるって、うん、技術的なことも教えてあげるよって言って。だからドルさんの言う通り、フィットネス系で良かったかもしれない。本格的なボクシングジムじゃなくて良かったかもしれないと思ってて。鴨川会長じゃないよ。俺は鴨川会長のところ行ってないよ。一歩じゃないよ。だけどね、実はこのファイトスタイルって、あの、身長が低ければ低いほど有利なんですよ。だから直樹兄さんが身長が高いっていうのは、結構今回本当に神がかってるマッチメイクだと思ってて、あの、便所さんには本当に感謝してるね。やりたいボクシングスタイルできるし、相手が身長高いし、本来身長高いと普通だったら有利なんだけど、身長低い用のファイトスタイルだから、もう本当に自分が主役になる条件っていうのは全部もらってるわけ。自分が主役になって全部、もう全部条件揃ったの。ここで努力しなかったりとか勝てなかったりしたらもうダメだね。うん。俺はもうこのチャンスを最大限に生かして、うん、直樹兄さんには悪いけど怪我してもらおうと思ってるね。うん。悪いけど、知らない。全くノーデータ。全くノーデータだね。俺は全くわかんない。でも直樹兄さんには悪いけど、ちょっと俺の踏み台になってもらおうと思ってる。うん。申し訳ないけど、別に直樹兄さんに恨みもなければ何もないけど、うん、俺はもう負けたくないから。すごいね、黄昏清兵衛さんいらっしゃい。黄昏清兵衛好きなんだ。真田広之の映画だよね、うん、あれは伊丹十三監督だったっけね。すごいよね、新八丁ね、うん、人気者だよ。あのね、だけどすごい面白いのが、
あのね、俺ね、そう、ずーっとイメージトレーニングしてるんだけど、俺ドレさん、実はそのマスのイメージってドレさんがイメージなの、いつも。今だから言うけど、俺ドレさんの弱点分かった。ようやく分かった。もう何回やっても勝てないと思ってたの、ドレさんに。でもボクシングルールで、ドレさんとやるにはっていうのをずっと寝るときとか、もう動画見ながらやってたんだけど、俺ドレさんの弱点分かった。これ本当に。俺ね、ドレさんと対談したいの、だから今。ドレさんから電話かかってきたら、俺ドレさんの弱点見つけたって言える。理論上はね、体力的に勝てるかどうか分かんないけど、理論上ドレさんの弱点見つかった、俺。要は、あのね、違うんだよ。ドレさんの弱点が今まで見つからなかったじゃん。で、ドレさんの弱点が見つからなかったのは、あれ、キックルールですごく、その、総合用に作られた、ドレさんマイルールだったの。だから、解けなかったの、パズルが。で、誠いらっしゃい。で、なんでかっていうと、ストレートで攻めるのね、あの人、パンチは。ストレートで距離測りながら、顎と体重引きながらと攻めるときはストレートで行く。で、相手が来たらローで切り返すの。右のローで。だからね、フックとアッパーじゃないんだよ。至近距離戦ね、研究してみると、あれだからビッタビタにくっつけばいいの。でもそれなら対談よりも本当にリングでやった方がいいんじゃない。次に会うまでに克服されたら本末転倒やない。いや、こういうのは別にトークの楽しみだから。別にドレさんを倒そうとかないから。もちろんドレさんの方が技術高いけど、要はドレさんがなぜあのスタイルで戦ってるのかが分かったの。そう、今まで謎が解けなかったんですよ。ドレさんのスタイルがなんでああいう戦い方を選んだんだろうっていうのが、要はドレさんの気持ちが分かるようになったの。だからちょっと見えてきたの。ドレさん多分ね、膝蹴り違うんだよ。膝蹴り食らうと思うじゃん。じゃあだからボクシングルールだと勝てるっていうの、かつ巧妙が見えてきたの。そう、インサイドにそう入り込むのが怖いんだよ、ドレさん。だからあの人距離の人なの。そうだけど、まあ、それでもね、ボディとかタフだし。そう、今までみたいにボッコボコにはされなくなってるよ、多分。だんだん分かってきた。だから20日にやるから、アメリカ人が通ってるさ、プロの人がいるんだけど、関口さんっていう。一発の重さ相変わらずすごいよ。重さもスピードもキレも半端じゃないよ。だけど、それでも見えてきた。要は100%勝てないから少し巧妙が見えてる。あれ、これ攻略できんじゃねえかっていう。俺と対決しよう。お前東京来るか？原田さんね、原田さんだ。ありがとう、アメリカ人。そう、原田さん20日に原田さんのところにお世話になるから。関口とかじゃないか。ごめんごめん。全然違ったね。原田さん。いいよ、全然。東京来てスパーリングやるんだったら全然いいよ。やるよ。っていうかね、俺が通ってるさ、ジムっていうのがさ、スパーリング禁止の道場なの。だから、配信者でもし、スパーリング付き合って、アメリカ人スパーリング付き合ってくんない？もしよかったら。うちのジムスパー禁止なんだよ。だから、もしよかったら頼むわ。力貸して。締め切り？何が締め切りなの？そう、スパーの数を上げないといけないから、後半2ヶ月ぐらいは。だから体力を作っておくからさ、この3ヶ月ぐらいで。スパーリングって練習か？スパーリングは練習だよ。スパーリングは本番じゃない。みんなが言ってるスパーリングって試合に近い形のを求めすぎてるんだけど、本当のスパーリングっていうのはもっと、なんつうんだ、約束組手みたいな感じだ。もっと力を抜いて、そう、体がきれいに動いてるかとか、相手を避けられるかとか、見えてるかを確認する作業だから。みんなプロのやつとか見すぎなんだよ。
スパーリングね。スパーリング。肘打ち禁止でもするからな。ごめん、違うんだよ。あのね、違う。アメリカ人ね。なんでかっていうと、俺、ドルさんから教わってるじゃん。俺、聞いてなかったんだよ。肘打ち。肘打ちや膝打ちね。で、ドルさんから膝何回ももらってんの。なんで俺がやるときだけ膝ダメだよっていう。ドルさんから何回ももらってんだよ、俺。だから、俺からするとさ、ドルさんがやってたってことはさ、ドルさんから教わったんだからさ、やっていい技術だと思うじゃん。そう。ルール守るよ。だけど俺知らなかったんだよ。膝打ち禁止だって体で覚えちゃってるから。そう、ドレさん何回も俺に膝入れてるぜ、うん、膝入れてるし、ヒカルくんの時だって膝俺に入れてるもん。だからね、ちょっとよくわかんないんだよね、うん。試合寄りのスパ、うん、危ない、うん、タイ料理屋でジムなんだ。へえ。やだな、汗臭いところでタイ料理なんか食いたくねえな。吐くよ。すげえな、それ。リングがあるだけじゃないの。うん。あ、ありがとう、ありがとう。へえ。もちろん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 。でもね、多分ね、プロライセンス持ってる人って素人とね、あのスパーリング禁止してるところが多いから多分やらないはずなんだけどね。あのスパーも禁止なはずなんだよ、ライセンス持ってる人って。だから多分原田さんとはできないと思うけどね、うん。いや、半分じゃ無理でしょ。4分の1とか3分の1に抜いてもらわないと無理でしょ。半分じゃ無理だよ。だってプロの現役バリバリでやってる人だもん。ハルさん大丈夫？マッハさん来るかどうか分かんないもん。多分ね、そのパンチを覚えるのもそうなんだけど、ウィービングをひたすらあの磨かないと無理だわ。とてもじゃないけど4分間戦えない。ウィービングが4分間できない。でもなんか勝てるイメージを持ててるっていうのはすごくいいことだなと思ってて、勝てるイメージが今回はバリバリあるね。小島グランプリだってほら、あの上手で鮫島さんと一緒に会ってるし、わかるよ。格闘技強いのかな、どうなんだろう、わかんない。格闘技強いの、
もうちょっと仕上がって形になってきたらツイッターに動画あげるよ。これ作れるよ、金属製で。全然余裕でできるよ。カードみたいにするんでしょ。できる、できる。できるよ。できる。そんなに難しくない。レーザーで刻印入れちゃえばいいの。バーって。まあ面白くないからやらないけど。カードできる、できる。ああ、もうステッカーこの2つに関しては完成してるから、自分の中で。いいの、いいの。購入していただいてるし、すごい喜んでいただいてるから。これはもともとこの素材ので使うためにデザインしてるものだから。ステッカー捨て頃終われば販売終了ですか？っていうよりもね、残り160枚しかないから、在庫がここにあるだけなんですよ。だからこれが売り切れたら終わり。再生産はなしです。だからもしよかったら郵送で販売してるんで買ってください、ぜひ。今もう40枚ぐらい売れたかな。ここにあるだけ、在庫は。だから、買っていただけると、ジム代、グローブ代とか全部賄えるんで。結構、2種類は、ここにあるのは1000円1枚。赤と黒1枚1000円ずつで売ってて、こっちは500円。3種類っすね。3種類。これが500円。これが。これ500円。ステゴロ2限定ステッカーね。これは限定品。こっち側まだまだ在庫あるから、まだ売り切れないっすよ。こっちはもう売り切れちゃうと思う。限定品は。3種類っす。500円のやつが限定品で、こっちは1000円で限定品じゃないけど、まだまだ在庫あるから、多分まだ売り切れないっす。購入していただけるとすごいありがたいですね。最近結構売れてるんで、ありがたい、本当に。こんな感じかな。こんな感じですね。これが1000円、1000円、500円。3種類あります、今。このイラストはね、ミックスさんっていう人で、ツイッターで配信者のイラストを描きまくってる人、プライベートで描いてて、サメ島さんとか、うなちゃんまんとか、ゆいがさんとかを趣味で描きまくってた人の。で、多分、便所さんの目に留まったんだと思う。リスナーさんだよ、この人。うん。プロリスだよね、だから。YouTube に動画とかも上げてる人だね、配信者の。限定品のやつ記念に欲しい。送料とかどんな感じですか？あ、了解です。ちょっと待ってね、今書きますね。ちょっと待ってね。
そんな感じです。ねえ、特徴と捉えてるよね。すごくいいよね。皆さんぜひステッカー買ってください。よろしくお願いします。あとアイテムもぜひぜひお願いします。ちょっと金欠なんで。あ、DM 了解です。今テンプレート送りますね。はい、返信しました。ありがとう、ナイツさん。ありがとうございます。最近 DMM の配信してる人増えてきたけど、どうなの？ PC 見れないから PC 見たことないんだけど。ああ、わかんないな。俺もやってないけど、多分 DMM からスカウト来たんじゃないの？配信者が。うん。多分そうだと思うよ。立ち上げメンバーで、うちで時給いくらでって、契約来たんでしょ。ないと配信者移動しないから。有名配信者ばっかり移動してるサイトだったら、絶対専属契約してるはず。ある程度有名になると来るのよ。俺も何件、3件ぐらい来たかな。で、1件だけ契約したけど。結局やらなかったけどね。閲覧取れなかったから。儲からないし。結構難しいのよ。石川紀之もさ、ふわっち一時期やってたじゃん。で、契約切れたらスパッとやめたでしょ。だいたいそういうスパッとやめたりとか、大手配信者ばっかり急に移動し始めたら、だいたいまあ専属契約だと思った方がいいよ。多分便所さん契約したんだと思うよ。おう、ガチワカメワド2。PC で見れないサイトでやるメンバーではないからそうかなと思った。まあまあそうだね。でも結構契約でかいんだよ。俺は、いくらだったっけな、時給3500円の、プラスインセンティブアイテムの分もらえるっていう契約だったね。タクスター。うん。俺は時給3500円契約だったね。うん。で、まあ、それ以下のところもあったけど、
それ以上のところも一軒だから中間のところを選んだかな。完全時給とその雇用契約っていうのがあって、要は他のサイト全部やめてくださいっていうところは全部お断りして、給料が良くても。まあだからいくらから誘い来るかだよね。いくらから来るようになるか。これは3号。まあだから1日2時間やったら完全7000円は保証されるわけだから、金銭的には良かったんだけど、でも時間無駄にしたくないなっていう。新規が取れなかったりしたら、ただ閲覧流すだけだから、リスナーさんに負担かかるだけじゃん。はい、いいやと思って。あとタバコ吸うなとかめんどくさい、いろいろ。完全その囲い込みの契約とかもあんのよ。それはお断りした。自由にやりたくてこの商売選んでるからさ、自由奪われちまったら終わりでしょ。自由にやりたくて配信者選んでんだから。サラリーマンになっちゃうからね。まあでもね、大手の会社がいろいろと配信サイト仕掛けていってるから、まあ業界自体はどんどんでかくなってるから、俺はいい傾向だなとは思ってるけどね。ライバルとか市場がでかくなればでかくなるほど、俺らみたいな商売やってるのはチャンスが増えるわけだから、マーケットがでかくなんない限り俺らの収入上がることないから。だからどん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 いろんな配信サイトをさ、こう立ち上がって、新規の人が配信っていうものを見るようになって、で面白いなって思ってもらえたら俺らは勝ちだよね。やりがいがあるわけじゃん。やっぱりやるからには一攫千金狙いたいもん。成功したいし、有名になりたいし、お金もたくさん欲しいし、だからマーケットがでかくなるのは大歓迎だね。はい、マヨネーズいらっしゃい、こんばんは。そっちなの？いや、実はさ、カオスさ、シルバーに掘り込もうと思ってるから、どっちにしようと思って、この前教えてくれたやつじゃないの？どっち掘ろうかって、俺分かんないからさ、シルバーに刻印入れようと思ってるからさ、そっちの方がいいの？もう一個の方にしたけど、ドゥから始まる方。どっちの方が音がいいのか、俺は英語わかんないから、それはもう好み。好みっつってもね、何書いてあるかわかんないから、好みもクソもないんだよな。Wish Wish person you love Wish person you love Whatever you want。あ、分かんない、もう読めない。その辺の外国人に聞いてみよう。いや、センスのない外国人に聞いたらセンスのない英語になっちゃうから、センスのあるやつを信じたいんだよね。センスのある人の言葉を信じたい、俺は。センスのないやつから何も聞くことはない、センスのないやつから学ぶことは何もないと思ってるから。別に間違えててもいいから、
そのセンスがあってかっこいいなって思う人からアドバイスが欲しい。やだ。最近何か買い物をしたかな？いや、特にしてないかな。今年入ってから何か買い物は特にしてないですね。のんちゃん洋服全然買わないね。てかまず家から出ない。コロンさん、風船ありがとう。風船ありがとう。いらっしゃい。アイテムありがとね。革好きっすね。本革好きですよ。バッグとかも本革だし。うん、革製品大好きですよ。うん。のんちゃん可愛い格好してる。昔買ったやつじゃないの。うん。でも毎日同じ服着てるよ。もう多分俺が知ってる限り1ヶ月間同じ服着てるけど。パジャマとかも雑巾みたいになるまで着てる感じ。のんちゃん可愛いよね。のんちゃんはキャラクターが可愛いからね。子供みたいだから。スーさんはどっち？お疲れ。1ヶ月同じ服着てるね。
僕はね、あれなんですよ。ブランドで物を判断するのがあんまり好きじゃなくて、うわお、花火特命さんありがとう、コロンちゃんバーガーありがとう。こんばんは、楽しんでってください。僕はね、ブランドの名前で何かを判断するのあんまり好きじゃなくて、物で判断するのが好きですね。長く使えるかどうか。値段が高いか安いかじゃなくて、このものが、いい作りをしてるか、縫い付けとか素材とか、そういうのを見ますね。あんまり凝ったデザインとかじゃなくて、質が高いかどうか、素材の。そういうのを見ます。レザーだと僕が好きなのは、僕が使ってるバッグはあれですね。表参道にあるね。表参道の、なんだっけ？名前が出てこない。なんだったっけな。ポルコロッソじゃなくて、赤いカバンの、そう、あれが好きです。バッグ、いや、だから、あれは本来、ブランドの名前がついたら10万、20万するカバンなのよ。だけど、いいよ。6万ぐらいで買えたから。あれはなんだっけ？ポルコロッソじゃなくて、ヘルツ。渋谷のヘルツ。ヘルツっていうブランドっすね。でも、あんまりブランドしてるものは好きじゃない。ベルルッティの財布は欲しいけどな。カリグラフィーがすごい可愛いから。あれはもう30年使えるカバンってキャッチコピーで、すごい老舗で有名なんですよ。それに惹かれて買いましたね。もうそろそろメンテしないとな。メンテやろうかな、今。30年使えるカバンって言われてます。要は、お父さんから息子に継ぐカバンっていうキャッチコピーで。お揃いの指輪とかしてないですね。してないですね。メンテナンス、いや、普通に、まあ、拭いて磨くだけなんだけど、ちょっとメンテナンスしましょうか。最近やってなかったんで。そろそろしないと、皮が傷んじゃうからね。メンテしますか。せっかく綺麗に使ってるからね。ツヤもだいぶ出てきて良くなってきたね。カビ生えたりするのもそうだし、メンテナンスしなかったらすぐダメになるよ。皮は生き物だから。これがね、ちょうどメンテナンスしてない時の色合い。これが。だいぶ変わってきたね。いや、最初評判悪かったんだけどね、ランドセルだってバカにされて。裏側も全部革だからね、中も。布一切使ってない。メンテします。青。使えば柔らかくなるよ、皮は絶対。使えば柔らかくなるね。皮は柔らかくなるけど、これはハードレザーで、柔らかくしちゃダメな皮の素材かな、どちらかっていうと。じゃあ、メンテしていきますか。味が出ますよ。経年劣化って言って、経年変化とか経年劣化とかいう言葉聞いたことあるけど、皮っていうのは使い手を選ぶんですよ。だから完成は先なのね。皮が完成するっていうのは、普段いかに使い手が使い込んでるかっていうところが出てくるから。
だからそのカバンっていうのは見たらその人がどういう使い方してるか分かりますよ。大切に使ってるか、それとも雑に、いや、ブランド志向で高けりゃいいやで、その、なんつうんだろう、すぐ使い回していくか。例えば、ここのね、革の裏側の部分とか、見ると分かるけど、ほら、跡がついてるでしょ。これが元の色なの。これが元の色。分かる。で、ここのくすんでる色っていうのが日焼けみたいになってるでしょ、ここ。これがその革を使い込んでちゃんとメンテナンスしてる時の色。これが元の色。味がないでしょ。でも1年使って革をちゃんと塗り込んでいくとこういう風に変わるんですよ。もしもし。あ、大変お世話になっております。月刊シルバーアクセサリーのも担当森と申しますが、ああ、どうもどうも。アーティストさんの和道さんでよろしいでしょうあ、か？そうです。シルバーアクセサリーのアーティストの和どう道でも、す。新年、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ですね、今ですね、ちょっと、とりあえず月刊シルバーアクセサリーで、ちょっと、若手アーティスト、今からちょっと、これから売り出すよみたいな、今注目されてるアーティストの、言っちゃえばちょっと簡単な取材みたいなものをやってまして、新年の、特集なので、ああ、いや、組まごせてめんもならさいい。まし今てでで、すね、週刊文春の方からもう取材受けてまして、そうなんですちょっか。と今バタバタしてるんですよ。取材お断りしてるんですよ。ですね、それでですね、ちょっとですね、アトリエも見学して、大々的にそれで、ちょっと和道さんの、言っちゃえば、ちょっとした、なんていうんですか、なんかそういう企画をしたいなと、特なんていう集んでですすか、か？僕の。特集をして、なおかつ、作品展みたいなものも、個展？ちょっと、個展ですね、個展。個展そうまででやっす。てくれるんですか？もちろん、それは、今ちょっと、やっぱ、新人売り出そうみたいな話が出てまして、ほうほうほう。企画で。なるほど、で、なるほど。で、僕が和道さんっていう新人さんが、すごく今、気合入ってますよ、みたいな話をしたら、その話面白いじゃんと。ありがとうございます。それでですね、ちょっと、よろしければそのアトリエにちょっとお邪魔したいなといいですよ、思って全るんで然。すよ。いつ頃大丈夫ですかね。じゃあ、新年バタバタして。じゃあ今からで。今から平気なんですか？今から全然大丈夫ですよ。じゃあ今から、ちょっと時間かかってもよろしいでしょうか全然ね。大丈夫です。全然今大丈夫。からお伺いしても大丈夫？もちろんです。もちろんです。わかりました。じゃあちょっと、今から車走らせて向かいますので。わかりました。じゃあ、頑張っ後てまほす。ど、ご挨拶しますので。よろしくお願いし失礼ます。します。失礼します。本当に来るんだろうな、多分。本当に来そうじゃない？本当に来そうで怖いんだけど。月刊シルバーアクセサリーから取材受けることになりましたね。いや、楽しみだな。早くね？は？何しに来たの、お前。何？月刊シルバーアクセです。は？ちょっと取材しに来たんですけど、いや、取材しに来たんですけど、じゃなく月て、刊シルバーアクセです。取材しに来たんですいけや、ど、森さんじゃないですよね。から森さんも来られてるんですけど、代理人でちょっと来いたんや、ですちょっけと森さんから取材は受けるんですけど、ど。ちょっとあなたは NG ですなんでですね。か？いや、ちょっやっぱとさっき詐欺 NG。 言われたから怒ってます。いや、詐欺言われたからとかじゃなくて、ちょっと生理的に無理なんで。生理的に無理。もう俺は赤ハゲのが無理なんですけど。じゃあ結構です。さよなちょっとら。待ってください。早すぎるだろう、いくらなんでも。無理に決まってんだろうな。バカじゃねえの、本当に。またなんか言ってるし、外で。ねえ、森さんだったら、森さんだから取材を受けるっていう話だったわけじゃん。森さんだから。のんちゃん、警察呼んで。のんちゃん。のんちゃん。のんちゃん。ミュウツー来たから警察呼んで。え、なんで俺があいつ入れないといけないの？俺、あいつ大っ嫌いなんだけど。あれ？森さん来た。
森さん来たかな。あ、来た来た。あ、どうもどうも。どうも、横浜すっ飛ばしてきました。あ、どうもどうも。アメジン、アメジンか。ちょっと待って、ちょっと待ってください。すげえ、アメリカ人。ちょっと待って、ちょっと待ってください、片付けるんで。え、こんなにちょっと待って、ちょっと片付くんで、ちょっと待ってください、玄関で。ここで待ってください。お邪魔します。ちょっと待って。これがワドアトリエ。あ、どうも。お邪魔します。あ、これがアトリエワドの。はあ、なるほど。多すぎるって。準備が。大丈夫大丈夫。気にしない。ちょっと待って。気にしない。大丈夫大丈夫。あの、お靴がなんか本当に大丈夫。本当に。だねーなー。いや、汚いですよ。本当にお靴がなんか大丈夫。ひなどりいないっす。ひなどりは死んだって。あれ。あの、ナイタ君は。ナイタは死んだって。あれ、ちょっと待って、なんかコロコロない、こんな感じなんですね。コロコロ。え、佐島さん来るの初めてだっけ。うん、アトリエワードこんな感じなんですね。あの、死にましたよ。まだ電源切りましたよ。あの、はい、作品を見せてもらいたいんですけど。ちょっと待ってください。汚いんで。はい、汚いですね。汚いんですよ。のんちゃん警察呼んで。が飛んできた。のんちゃん、コロコロない。いコロコロちょうだい。あ、ミューズ入れ。とりあえず奥行ってみます。いや、ちょっと待って、この人数、5、6人で消しかけてくるってどういうことよ。いや、まあ暇なんで。暇なんでね。はい、あの、うん、ね、アトリエワードの展開ね、まあ、鳥がすごい慌ててますけど。いや、あ、見ます。いや、あんま興味ないです。あんま興味ない。唐揚げしましょう。唐揚げでしょ。あ、そうっすね。多すぎる。おい、水唐揚げにしてこい。あ、はい。これやったことない。180ぐらいわかんないけど。アトリエワード、まあ、狭いですね。のんちゃん、コロコロ。ああ、家がすごい広そうに見えたんですけど。なんか、ねえ、結構儲かってる。コロコロと思いますけど。儲かってないでしょ。多すぎるでしょ、ちょっと人数。いや、そんなことないですよ。いや、もともと予定してたのかいっていうか、まあ、本当はワードをどかそうと思ったんですけど、はい、あの、純粋に警察呼ばれたら嫌なんで、あの、アポイントメントに変えました。ごめんなさい、なんか。鮫島さんが来るんだったら別にノーアポで全然いいんですよ。これ1個もありましょう。いっぱいある。本当ですか？ありがとうございます。あ、別にいらないかな。これ。わかんない。わー、ここ家賃いくらですか？ここ6万です。高いっすね。高いっすよ。でもまあ、便利ですからね。まあ、まあ、都心アクセスいいんで。はいはい。あ、こうなってんだ。これ、今から、フローン市場行きますか。いくらぐらいありますかね。いや、全然ないですよ、全然ないです。まあ一冊、ワンピース50円。10円ぐらいか。あ、でもセット売りだったら高くです。まあそっか。まあじゃあ5000円、3000円ぐらいか。じゃあ売っちゃいましょうか。いや、あんま、あの、取材人なんで、あの、照明とカメラマンと、はい。あの、衣装もいるんで。ちょっと待ってください、ね。早くしてくれません。はいはいはい。あの、なんか後ろにマーメイドがいるんですけど、写真撮ってください。いいですよ。マーメイドさん。あ、どうも。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、皆さん。どうも。おめでとうございます。おめでとうございます。隣入ってこい。わだかまりを解決しよう。明けましておめでとうございます。じゃあどうぞ。大丈夫だよ。多分、座れるかも。構えてる。まあまあ、骨治ったばっかり、ね。ちょっと待ってよ。いやー、なんこれ新人なんでね、これ。どうぞ。あ、どうぞ、ほら。あ、メッツそこに行くよ。なんだこれ。そこ入っていい？入らないです。マジで呼ばれる。大丈夫だ、はい。いや、3人じゃねえよ。もうすげえ人数来たよ。いや、本当はワドの玄関にネクスト言うて書こうかなと思ったんですけど。よいしょ。はい、いや、座ってください。いや、まあまあ。はい。いや、みんなこんな汚い場所にさ、ワドさん、タバコください。タバコいいよ。俺もタバコ置いてきた。あ、どうも。あ、月刊シルバーアクセサリーの森です。どうも。あ、同じくアメリカ人です。あ、待って待って待って、何やってんすか、何やってんすか、何やってんすか、勝手にいじんないでください。何やってんすか。ごめんごめん、夜中に。何やってんすか、ほんと。ごめん。あ、耳おかしくなった。あ、奥行って何なのこれ。いや、これで音楽を流してるんですよ。何やってんすか。あ、なんかあれね、ごめん、こういうの見ると回したくなっちゃうんです。やめてください、何やってんすか。
すみません、はい、あ、すみません、人数多いな。いや、またたこ人ですよ。それも誕生日プレゼントです。あ、和田君、俺のこと覚えてる。どっかでお会いしましたよね。うん、どこでしたっけ。あれだよ、はい、フットサル。あ、ごめんごめん。江戸川の。江戸川、2回目の方でしたっけ。ああ、ドレさんと、そうだそうだ、思い出しましたもん。たぶん寄らないと座れないですよ。いや、寄りましょう、もうちょっと。いや、コメント見れねえ。これ手作りのやつですか。調べます、調べます。あ、なるほど。はい。これすごい人数。これ何の石なんですか。これは多分シルバーですね。ターコイズじゃないですか。ターコイズじゃないですよ。なんだこれ。適当なこと。何やってたんですか。ライターは。もらいました。いやあれリスナーさんが買ったやつ。これあります。トリキズも言ってました。いらないです。いやそれリスナーさんから俺ってやつはダメだっつ。いや森さんももらいましたもん。いや勘弁してください。怒られちゃう。これあります。いらないです。いらない。すごいな。いやでもねえ結構。アトリエワードなかなかおシャンティーな感じ、ね、何やってたの。いやみんな何もやってないですよ。鳥貴族行ったの、うん、このメンツで美味しかったですね。美味しかったですね、うん、でもここいや何やってんだよお前。何をやってんだよ。勝手に触るなよ。右側だよ。いや、ダメだって、リスナーが怒るから、もうなんでそういうことすんの、本当に。なんで嫌がらせをするの、本当に。だって、そのために来てんだもん。そのために来てんのかよ。そうだよ。察してくれよ。もうね、だってそのために来てんのは暇だからさ。ねえ。いや、まあね。じゃあ、何回心霊スポット行きましょう。行きましょう、はい。はい、はい、行きましょう。え、今から？当たり前じゃないです。はい、はい、行きましょう。向かのんちゃんも行く感じですか？のんちゃん、のんちゃんは、いや、ミュウツーと大丈夫ですか？いや、別に、あ、もういいんじゃん。いや、ボコられればいいんじゃないですか？まあまあ、それはそれで面白いと思う。いや、しかも配信外でいいですよ。配信外で行くの？心霊スポットは。はい。だって通報入っちゃうやん。そんなんつまんないでしょ。この間覚えてる？この間の。覚えてますよ。あんなんもう、泣いたじゃん。はい、お前をどかし帰ろうっつって。結局ワンタロウは警官を動かしてぐちゃぐちゃになったじゃん、はい、キャスバーとかは行かないっすよ。キャスバーだって大原さんいますもん。あ、ほかこんだけ画面でかけりゃ、これ画面でかけりゃ、これちなみに、はい、あのプレゼントとかこれのんちゃんがリスナーの頃くれたやつです。はぁはぁ、はい、でかいな。29。え、これ何インチ。29か。え、31。はい、これでも3万円。え、のんちゃん31歳。47か。リリーさんと同じぐらいですかね。あ、そうそうそう。キャスバー。あと、アイコさんと一緒。あ、キャスバー、ここから歩いていけるんですか。歩いて何分ぐらいだろう。キャスバー行ったら大変。いや、違う、聞いてる。大変なことないですよ。いや、分かってる。いや、何分ぐらいかな。20分ぐらい。ああ、もう無理無理。金梅さんもいるでしょ、今。うん、いるの、はい、いるいる。荒野もいるんだ。嫌だね。最悪だね。またあの、YouTuber 上がるコースやね。じゃあ、心霊スポット。あの、和道さん目隠しするんで。はぁ、ヘッドホンして。はい。ドンキで手錠も買いますか。手錠やっちゃうと換金になっちゃうから。換金になっちゃうんですか。あの身体拘束になっちゃうから。心霊スポット、のんちゃんもじゃあ行こうよ。のんちゃん行っていいよ。え、いや行こうよ。じゃあミュウツーとちょっとのんちゃんは。マジっすか。ここで枠を回す。ここで枠を回す。絶対嫌なんだけど。ここで何が。絶対嫌なんだけど。何が。3000ポイント行こう。何、3000ポイント。何の話。あ、これが OBS なんだ。これ OBS, これ OBS ですね、うん、うちも OBS じゃん。うん、心霊スポット。これがマイクさ。それマイクっす。何やガチャガチャやんないってことだよ。ちっちゃいなマイク。なんかね、そうっすね、ピンマイクなんですよ。ああ、すごい音広いよね。音広いいっすね、いいよね。これ2000円ぐらいですよ。あ、安い。はい、ちっちゃいしね。はい、いいんじゃないですか、2000円ぐらいともらって買ったら。あ、まあ確かに。和道くん自分で設定するんだ。もちろん、はい。もう自分でやってます、全部。なるほど。じゃあ行きましょう。いいっすけど、僕あれっすよ、配信機材ないっすよ。電波がないで。大丈夫っすよ、配信外なんで。はい、わかりました。はい、配信外で。もちろん。もちろんで。配信外。配信外で。一応俺三脚持ってんだけど。いやだ、じゃあ配信はほら通報入っちゃうから。なんでギター弾いてんの。ちょっとギター弾けます。
あ、なんかギター弾いてるか。一曲。一曲。固定の真似して。あ、やっぱうまいな。あ、味がある。味がある。あ、いいね。ここよ。あ、いいね。リフが。いや、俺リフ弾けないもん。じゃあ何持ってるんですか。いや、練習してるんですよ。あ、はい、なるほど。行きましょう。行けますか。行きましょう。はい。こんな。はい。車は何人乗れるんですか。まあいいや。じゃあ和藤さん乗れないっす。俺乗れなかったら行く意味ないでしょ。じゃあ了解です。はい。車前のところっすか。前のところじゃないです。すぐそばです。すぐそば。了解。はい、ちょっと枠閉じます。ツイッターで報告しますんで、あのツイッターフォローしておいてください。まあ。ツイッターフォローしておいてください。お疲れ様でーす。はい、お疲れです。おつでーす。ペコちゃんだって。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。